こんにちは八千尾塗りキリスト教会の牧師吉原学です今日は6月21日出エジプト記の29章の1節から9節です性別されて勤めに備える神の働き人というテーマで見ていきたいと思います世の中は時代が進む中で何でもシンプルにそしてスピーディーにことが行われることが良いことだ そのように思われている時代になっていますコロナの時代になりオンラインの礼拝が整備されて一見便利になったように思える部分もありますしかしそれと同時に礼拝に対する備えが十分にできなくなったというそのような声も聞きます今日の御言葉を通して私たちもう一度霊的な備えの その大切さというものを学んでいきたいと思います。出エジプト記二十九章。一節から九節。彼らを性別し、祭祀として、私に仕えさせるために。彼らになすべきことは。 次のことである若いお牛一頭傷のないお羊二匹を取れまた種なしパン油を混ぜた種なしの和型パン油を塗った種なしの薄焼きパンを取れこれらは最良の小麦粉で作るこれらを一つの籠に入れその籠と一緒に先の一頭のお牛と 2匹のお羊を連れてくるアロンとその子らを会犬の天幕の入り口に近づかせ水で彼らを洗う装束を取り長服とエポデの下に着る青服とエポデと胸当てをアロンに着せエポデのあやおりの帯を締める彼の頭にかぶり物をかぶらせ その被り物の上に聖なる気象をつける。注ぎの油を取って彼の頭に注ぎ、彼に油注ぎをする。それから彼の子らを連れてきて、彼らに長服を着せる。アロンとその子らに飾り帯を締め、ターバンを巻く。永遠の掟てによって祭司の食は、 彼らのものもとなる「あなたはアロンとその子らを祭祀職に任命せよ」。それではまず初めに本部の一節から三節をともに見ていきたいと思います。彼らを性別し祭祀として私に使えさせるために彼らになすべきことは次のことである若いお牛一頭傷のないお羊二匹を取れ また種なしパン、油を混ぜた種なしの和型パン、油を塗った種なしの薄焼きパンを取れ、これらは最良の小麦粉で作る。これらを一つのかごに入れ、そのかごと一緒に、先の一頭の牛と二匹のお羊を連れてくる。神は、祭祀の聖族について指針を与え、その次に、アロンとその息子たちを イスラエルの祭司として任命する認食式に対する指針というものをここで教えています認食式をする準備のための捧げ物生贄についてのですね規定というものが示されていますそれは若いお牛傷のないお羊種なしのパンを捧げるということでしたそれは 明日の内容になるんですけれども全生の生贄と罪の清めのための生贄として捧げられたものでありますそれは認食を受ける妻子自身を性別するために捧げられたあ生贄であったと言えます私たちはここに大切な霊的な備えのですね原則というものを見ることができます それは神様が働きをするその働き人を働きの前にですね性別するということまず働きをする前に清めることをするということを見ることができます。私たちは自分の働きの計画やまた礼拝の準備というものには十分な時間を割くかもしれません。しししか自自分自身を清い捧げ物として 唱えるるるこここととととががででききていいののかかうことを今日の本文から見ることができます私自身も説教の準備のためには本当にたくさんの時間をです、ね、費やすことをしますけれどもしかし、えー、それと同時に自分自身を清い神様に生きた捧げ物として自分自身を清める性別する時間をどれほどとっているのかということを今日の本文から示されました。 詩篇の51篇の16節17節を見てみたいと思いますまことに私が備えてもあなたは生贄を喜ばれず全生の捧げ物を望まれません神への生贄は砕かれた霊打たれ砕かれた心神をあなたはそれを下げすまれませんダビデはバテシェバの罪を犯した後にこの詩篇を 作りましたどれだけのいけにえを捧げたとしても汚れた罪の心で捧げるとするならば主はその捧げ物を受け取らないむしろ神の前に悔い改めたその清い心を主は受け取ってくださるということを言っています。当時祭司たちは飲食にあたってお牛をおほふりながら 自分自身がそのままでは神の前に立つことができない罪人であるということを覚えたことでしょうその時に罪を悔い改める心を持ちました私たち自身もそのままでは自分の罪によって死ぬしかないそのような存在でしたしかしほふられた子羊イエス・キリストのその血潮によって 私たちは聖なるものとされました私た私ちは今日何かの働きや仕事をする前にイエス様の血潮によってまず自らを性別する祈りによって霊的な備えを持ってその一つ一つのことに取り掛かっていきたいと願います。 それでは次に本文の節節から7節を見てみたいいと思いますアロンとその子らを会見の天幕の入り口に近づかせ水で彼らを洗う装束を取り長服とエボデの下に着る青服とエボデと胸当てをアロンに着せエボデの綾織りの帯を締める彼の頭にかぶり物をかぶらせ その被り物の上に聖なる気象をつける注ぎの油を取って彼らの頭に注ぎ彼に油注ぎをする祭祀として飲食の準備として一番大切なことが性別することにありました天幕の入り口において実際に体を水で洗い清めることをしました 体を清めるということはそれは霊的にその祭祀の内側を清めるという意味がありました実は洗礼のそのバプテスマというものの起源がここにありますそれは水によって罪と汚れを洗い流すという意味ですそれはイスラエルが失エジプトしたその時に航海の水の中を通って 彼らは肉に死んで霊的に新しく生まれ変わることを経験しました。この世の中のエジプトの奴隷生活から救い出されてそしてカナンという神の御国約束の地に生きる者として生まれ変わったことを意味しています。私たちは水によるバプテスマそしてイエス様の血潮によって清められた ものとして今神の前に立つものとされましたヘブル人への手紙10章の22節をともに見てみたいと思います心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われ全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか大事なポイントは 信仰によって。この魂が救われたので。体は。あ、汚れてもいい、どうでもいい。ということではありません。コリント人への手紙第一。六章の。十九節にこのような御言葉があります。あなた方は知らないのですか。あなた方の体は。あなた方のうちにおられる。神から受けた。精霊の宮であり。あなた方はもはや。自分自身のものでは。 ありません妻子は体に水の清めを受けたその後に精霊の油注ぎを受けました外側を清めその次に内側の霊と魂を清め霊そして、えー、体においてまた自分自身のその全人格においても主はその全てを清めることをして 神様の働きのための働き人として用いてくださいます主は人の能力ではなく神は清いその器に宿る神様の御霊によって働きをされます聖なる備えをしこの時代の祭司としてのその取りなしの役割を今日も担っていくものとなっていきましょう それではお祈りします。主を見たまによって私を性別してください。主の栄光を表す器として清め用いてくださることをお祈りいたします。シエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。